踊る大捜査線3放送、34歳女優の驚異の若さに視聴者騒然。踊る大捜査線ザ・ムービー3が放送され、内田有紀さんが演じた篠原夏美巡査部長に SNS で驚きの声が上がりました。視聴者からは全然変わらない今の方が若いといった称賛の声が多く寄せられています。みんなの反応。あの頃トップアイドルになった人は特別で、綺麗で可愛いのは当然。池尾寺も昔からかっこよかったし、アイドルやモデル出身は別格だよね。男子高校生は内田有紀が好きで、デビュー当時から心配してたけど、今も綺麗で売れてる。年齢を重ねても変わらない人は、骨格や肌がしだれない体質の選ばれた人だと思う。深津絵里の演技が久々に見て鳥肌立つほど素晴らしかった。野沢雅子さん、80歳超えても現役でゴッド級。スピンオフが面白くて、篠原夏美が刑事として再登場したよ。内田有紀ちゃんは今も素敵。深津絵里さんの演技とチンタオの熱量も最高。芸能界の政治で内田有紀が本編に選ばれ、水野美紀が外された。星野ゆかさん、3では出なくなったね。引退か所長との不倫で移動って設定。内田有紀と深津絵里は変わらず異常。普通は変わる。内田さん、ショートカットで若くて可愛いって。昔からのファンは変わらず綺麗なのが嬉しいよね。内田有紀のスピンオフ面白かった。渡辺えり子さんも良かったけど、踊るさんは途中でやめた。ボーイッシュから大人の美女に変身してファン増えた。内田有紀さん、始球式で見たけど若返ってて驚いた。ネットニュースで名前を出すか匂わすかの違いが気になるんだよね。笑い。時は止められないと本人が語ってたよ。深津絵里さんが内田有紀さんより素敵で最高だったよ。メンテしても限界あるけど、この人は変わらず驚き。昔も今も可愛いけど、昔は特に超絶可愛かった。すみれさん素敵だけど、ゆきのさん不在は残念。昔の方がもっと可愛かったよ。最近踊る大捜査線が多いのは室井映画の宣伝。小田裕二も話題だし、昭和平成ブーム。内田は変わらず、滝藤健一は若かった。この人若い頃から変わらないね。深津絵里さんに注目して。内田有紀って本当に字が止まってるみたい。内田有紀は本当に変わらないと思う。ロッテリアのポスター、どうやってもらったか忘れたけど部屋に飾ってた。土曜の夜の定番話題、来週は誰？みんなの反応としては、内田有紀さんの変わらぬ美しさに驚きと称賛の声が多いです。少数意見としては、深津絵里さんの演技を絶賛する声や、芸能界の政治的な背景を指摘する声もあります。当チャンネルの意見としては、内田有紀さんの変わらぬ美しさと魅力は、彼女の特別な才能と努力の賜物であると感じます。年齢を重ねてもその輝きを失わない姿勢は、多くの人々にとって憧れの存在であり続けています。